疲れた。急にどうしたの？雪遊びがしたいのかな。雪の上で背泳ぎやな。なんだかとっても楽しそうね。私も一緒にやっちゃおうかしら。こちらケント。ケント、踏切でトラブル発生だ。雪で折れた枝が線路を塞いでる。これじゃ列車が進めないよ。僕たちに任せて。どんなトラブルもパウッと解決するよ。エベレスト、君の出番だよ。ケント、何かあった？線路が雪で大変なんだ。雪をどかしてほしい。すぐに来て。了解ケント、待ってて。超頑張るっしょ。イエーイ、エベレスト、スノーキャッチ、準備 OK。 つるっといくっしょ。ありがとうケント。どういたしまして。よし、それじゃあみんな踏切に向かおうか。ここはワイに任せとき。頼んだよラブル。エベレストもこっちに向かってきてくれてるはずだよ。イエーイ、テンション上げていくっしょ。うわ、線路が塞がっている。急いでなんとかしなきゃ。エベレスト、今どこ？もうすぐ着く。そこにある雪を溶かすっしょ。雪かきは終わり。ま、こんなもんしょ。エベレスト、ありがとう。次は折れた木を移動させよう。運転手さん、ケントだよ。どんな感じ？ごめん、まだ線路は通れない。大きな木をどかす間だけ手前で止まって待っててくれないかな。了解ケント、ブレーキをかけるよ。ダメだ、線路が凍っててブレーキが効かない。このまま走ってきたら木にぶつかって脱線しちゃうよ。チェイスとエベレストは協力して残っている木を片付けてくれるかな。ラブル、列車が止まれるように線路の氷を削ってパウッと片付けよう。ラザー、ウインチセット。枝につないでくるね。クリーニングクローセット。準備できたよ。オッケー、引っ張るぜ。ガリガリっと削るぜ。線路の氷は削れたね。ダブル、線路から出て。これで列車が止まれるよ。ほいな、ほな線路から出るで。ブレーキが効いてる。ヤッホー、パウパトロールのおかげで助かった。やったね。ありがとな、ラブル。お安いご用や。今回のトラブルもパウッと解決だったね。みんなのおかげだよ。さて、凍った海でスケートをしようか。ナイスアイディアや。イエーイ、超テンション上がる。つるっといくっしょ。ウィー、うわ、止まらへん。ありがとう、ゾマ。いいこと思いついちゃった。すごいものを作るよ。パパ、ウォータージェットセット。見てて。嘘、マジ？行くしかないっしょ。イエーイ。なんだ？みんな楽しそうだね。